今回は影実コラボのこのキャラベータ使っていこうと思います。性能に関しては重力、転送、魔法陣、ワープっていう4つのアンチアビ持ってるんですけど、それ以外がロングスピードボードしかないっていう結構特殊なキャラだね。ただ SS はアムロさん SS でオールアンチしつつ、あとは触れた味方の SS ターン半分にして、アムロさんは遅延だったけど、こっちは防御ダウンを一定期間ダウンパターンだね。だからちょっとそこは差が出てるんですけど、ユースピアップ持ってるんで、サポート能力がアムロさんよりかはあるかなっていう感じ。なので、まあ、とりあえずシュリンガーラでオールアンチぶっぱして楽しんでいこうかなと思います。で、あと、シャルーマーニュとの相性が怖いんですよね。重力転送魔法陣ブロックのうち4つ被ってるから、ここが、なんか変なことが起こると怖いみたいな。あとそうだ、シュリンガーラは弱点ザコも持ってるんで、結構ここも刺さりそうな気がする。だとユースピアップも、シャルルマーニュの友情コンボ、クイックチャージショットとの相性結構良さそうだしね。だって適当にこれ使ってって、暴れ回って、よし、OK。で、アニメに関しては、いや、1日、ちゃんとキャラクター、もうちょっとアニメを進行させてから、使ってみた、やりてえと思って、ちょっと放置してたけど、いや、1日でね、アニメ15話まで来ました。まあ、とりあえず、ベータもしっかりアニメに出てきて、キャラクターの掘り下げも入って、いや、ちょっと、使ってて楽しいキャラになってね。いや、本当に6話までだったら、何も知らない、ただの可愛い、おっぱいの大きいキャラになってるだけだから、ちょっとあんまりあれだったんですけど、今もう完全に理解したわ。で、いや、でも、なんか私ね、アニメ15話まで見て、正直、あれこれ、イプシロンの方が星6の格持ってねって思ったのは私だけかな。で、これ友情コンボで、おー、いいね。私だけかな。なんかイプシロンがなんやかんや、動いてる方が、見てて楽しかったね。あと技も、正直、まあ、言っちゃあれだけど、これ、なんかほら、追撃の技とかないじゃないですか。だから多分オールアンチになってると思うんですけど、イプシロンの方は、しっかり技あるから、あっちの方が、なんか、映えたんじゃねえのみたいなのは、ちょっと思ったね。で、やべ、これ SH 食らうんじゃねえ。おーし、危ねえ。とりあえず7つ、この、こっちでない。これはとりあえず置いとく。いや、これ抜けないとやばいか。ここで一気に抜けて、スピードモード入って、よし、OK。で、次抜けて、大賢者使って SS 使う。SS 使えるようになったら一気に、SS 短縮されて回るようになるから、オールアンチが。だからここで大賢者使う。はい。で、これ暴れ回って敵に倒すでしょ。OK。で、あとはこの余波でなんとかあいつ倒したいけど、いや、シャルル前にあそこにいるのマジで止まるな。ってことはこれ、うわー、ウィンドで集められても何も来らねえ。やべ、これ死んだんじゃねえの。弱点長男で倒せねえかな。はい。で、あと、うおーじゃあ、ギリギリ足りねえ。で、あと、私、あの作品見てて思ったんですけど、シリアスやってるより、逆やってる方が面白いんじゃないのか説。いや、これある気がするな。なんか私見てて思ったわ。なんかコメントでもあの作品は逆がおもろいみたいなこと書かれたけど、確かにその通りだね。おい。なんかシリアスには戦ってても、いや、やっぱ基本的にはやっぱ俺杖もになるんで、やっぱ私は苦戦して勝ってほしい派の人だから、ちょっとそこはね、私の好みとはちょっとあれだわ。あと、主人公のテンションさ、影の実力者ムーブするときの方がテンション高くね。なんか、これすごい見てて思ったわ。そしたら、で、これ適当に友情コンボで、茶書も入れて、倒せますと。よし、じゃあこっから SS が使えて、オールアンチが思いっきりぶっ刺さる。で、多分短縮は、2段階目の含めたターンから一気に短縮されるんで、ここに書かれてる数字の半分じゃないんですよね。だから思ったよりも結構短縮量でかいんですよね。だからオールアンチして、とりあえず 4P に、2P 触れて、よし!やべ、これ!よしよしよし、これができた、ほら!これでだからもうみんなの SS がすぐ溜まるから、かなりこれいいと思うわ。で、あとはこれ上に止まってくんねえかな。よし、OK!
だこれができると、永続ループできるようになって、3体いると永続ループだったかな。で、残り1体のキャラが、SS を常にぶん回せるようになるっていうのが、このアムロループシステムの強みなんですよね。はい。で、あとこれもさ、キャラクターに触れた時に、なんか本みたいなものを渡してるけど、これなんかよくわかんねえって思ったけど、これあれだね。もう完全に、サイン本だわ。だからここで、いやでもこれもだから、うわーこれ 2P で調整しないとこれダメなパターンだったか。はい。まあ、とりあえず SS 使って。よし、思いっきりぶん殴って。よし。で、今これ SS 使ったから本来はシャルル・マーニュの SS、1段階目だったら2巡しないといけないし、2段階目だったら3巡しないといけないんですけど、これが、普通に短縮入れまくるだけでまた打てますよっていう感じだね。だからこの二人の相性を組み合わせるとガチでやばいから、シャルルマーニはまだ大きな接待来ないんで、刺さるとマジで怖いんですよね。で、これはい。で、暴れ回って適当に削ってって、まあさすがにこれオールアンチはどこまで刺さるんだろうかちょっとわかんないけど、ほい。で、透明化するけど、まあ、これまたオールアンチ使えて、次 4P は SS たまんないけど、ここでまた1回短縮入れることで間に合いますと。これができるから、アムロループシステムはやばいんですよね。で、あとスピードアップ持ってるから、サポートとしてもこの、相性強いんだよな、シャルル・マーニュと。よし、やっと終わった。長いんだよな、3人いると。いや、これがなんかまた冷静で刺さった時に、なんかフォーサーでの終末ポジションとかになったりすると、コラボキャラだからもう取り返しがつかないみたいなね。ま、さすがにそんな露骨な調整やってくるかちょっと怖いけど。自強化はどうなんだ？そこまで高いのかな？でもこれアムロさんも確かそんなに高くなった気がするから、高くなかった気がするから、程よいかな。で、一巡で、2段階目のシャルマーに溜まるっていうね、自強化4倍じゃなかったっけ？だからはい。多分これ1回ぶん殴ったら、多分、ですよね。いやだからこういう組み合わせが将来なんか刺さったらやばいみたいなね。じゃあ天魔1、ここでもね、重力ワープ対応してる。で、地雷は回収してもらえればなんとかなるんで、そこ含めて試していこうかなと思います。で、チャンチャージ入れつつ、であとスピードアップも持ってるんで、リムルの SS とかとも相性良さそうなんで、そこも試していこうかな。で、リムルの SS とかワタツミの SS がめちゃめちゃ高回転で使えるんで、そこも、かなりよくできたらいいな。ボス1とかで使っても多分ラスゲにはもう1回溜まるでしょ。2周回せ ?2 体だと確か永続で回すのは無理だったはずだから、これ置いといて、で、砂時計取って抜けようかな。さっさと SS 思いっきりぶん回したいんで。誰か、どっちかの、ベータの SS が使えるようになった瞬間に一気に SS の回転率が上がるんで、いやでも殴り弱え。今の天草の長バラ天草とか、重力バリアキラー L ワタツミとかいろいろ見てると、ちょっと今のもう、初期の時代だからな、この殴りの強さ。で、ワタツミの SS の短縮が、使えねえな、これ。弱点長弾はまあさすがにそこまでだね、そうすると。で、誰に飛ぶか。うん、オッケー、バリアで防いだ。お、砂時計助かる。いや、このクエストはハートが出ないから砂時計出やすい。あれがあるからね。あいつも倒す。いや、いかんか。でも次回ってきたらもう SS 使えるんで、これで多分思いっきり。お、いいね。で、スピアップと加速と大暴れで、よし。できればボス1までには2段階目貯めて、開幕渡つみ SS ぶっぱして、もうそこから2段階目 SS 途切れることありませんよみたいな。そういう流れをできれば作りたいね。ちなみにこれ殴りは？はい。あ、さすがにこれは倒せるか。あ、でも次回ってきたらこれ SS 溜まるか？短縮、込み込みで。早すぎるかもしかして。おー、あ、靴か。まあ、とりあえず縦勘で。はい。とりあえずこいつら倒すでしょ？よし。で、短縮入れて、1段階目は溜まるけど、2段階目多分溜まんないかな。
どうだこれ。8ターン、10ターン。あ、やべ、これギリギリたまらんパターンか、もしかして。これ5になるパターンだから。いや、リムル、よし。あ、これもしかしてギリギリたまら、あ、いや、4P が使えばたまるか。ってことは 4P の SS 抜けだな、これ。倒すな、倒すな、倒すな、よし。リムルはこれ置いといて、リムル置いといて、で、4P が SS 使って抜ける。それでいこう。で、程よく調整して、思いっきり SS を、ぶん回して、ほい。これで2ターン減るはずだから、よし、OK。いや、やっぱこの短縮回り出すとやべえんだよな。やっぱ殴りの強さは、まあ、正直、まあ、大したことないけど、2体編成して強いキャラ2体組み込む。このやり方が、今これ、地雷対応してないから、多分ちょっと苦戦しそうだけど、ちゃんとギミック完璧対応なところで使えるようになると、やばいことになるってことでしょ？で、これが、あ、やっぱ、2体だとギリギリ、これ、あれだね、あの、1ターン足りないわ。じゃあ、ここで、そうだな、どういう SS の打ち方が、でもスピードアップあるのか。スピードアップあるから、こうぐるっと回した方がいいか。こんな感じ？あ、触れてねえやべか。完全にミスった。まあ、5体触れたから 2.25 倍持ってるから、まあまあまあいいでしょう。おい。まあ、適当に暴れていって、リムルの SS で、はいはいはい。でも、リムルの SS2 段階目も使えるから、これが、どうなんだ？ここで、爆発はまあどうせ、まあ爆発はどうせ即死じゃないからまあいいんですけど、はい。適当に横勘で、自強化、え？何倍だっけ何倍だっけ今これ5体触れたから、わたつみ。2.25 倍のバフか。まあルナバフプラスアルファみたいな感じだね。これだけバフかかってれば、いや結構いけるでしょ、きっと。だから一巡はターン使えないんだよな、これ。剣拾、あ、剣拾っても意味ないか。縦勘で、スピードアップ。スピードアップ。で、下、よし、オッケー。で、チェイススフィアで多分鳥が速攻で多分死ぬ。やっぱり。鳥すぐ死ぬんだよな、これ。バフかかってると。もうだからこれぐるぐるアタックかな。あ、でも地雷回収は別にいらないか。こっちだけ取っとけば。これもだからぐるぐる回して。あ、しまった。ここで大賢者使っといてもよかったな。短縮2回やったら足りるか。いや、マジでチェイススフィアですげえ削れる。で、SS の短縮を入れますと、はい。で、月の隠れた雇用するでしょ。ほい。いや、でもやっぱ2段階目、並べておいた方がいいか、これそうすると。交互じゃなくて。しまったな、これ多分並べておいたら、もう一回短縮入れて、しまったー、これ。順番間違えたな。使うときは並べて使わないと、これ、ちょっとよろしくないね。どうすかな、これ。あいつ触れるとめんどくさい。はい。ユニークスキル使って、よし。あー、やべ、スピードアップ。でもこれ広がるんだよな。いや、そうなるのよね。まあ、いっか。次、回復取ればいっか。多分これ、2P 解けるでしょ。そうね。で、SS の短縮を入れて、でもこれ 2P 多分ギリギリ足りないよね。はい。チェイススフィアで、あー、切れた、チェイススフィア。で、バフがギリギリやっぱ、2段階目には届かないか。やっぱターンチャージキャラがいないと、永続でぶん回すのちょっと難しいね。だからここで、しかも 2P に触れられてないから、もうこれ短縮終わったな。あとはじゃあリムルの SS で思いっきりもうぶん飛ばしてもらうしかないか。横勘上がりで。はい。でもこれで、1段階目4、1段階目って何倍だっけな。あ、でもこれ、出てきたやつが、よし一瞬で蹴散らしてる。
で、倒します。まあ、リムルの SS バフかかった状態で使えるか。確か1段階だと 1.15 倍じゃなかったっけ ?1 体あたり。5体触れたから 1.75 倍か。まあ、ルナバフちょっと足りないよくらいだね。で、これ倒してって、あとは適当にチェイススフィアで程よく削る。で、リムルの SS で思いっきりカンカンカンしたら、まあ、多分削り切れるでしょ。あ、でも意外となんか地雷そんなに気にしなくてよかったな。もうパワーゴリ押しができたから、リムルだけで。いや、久々にこれはリムルでよくねぜ、もうにっこりなんじゃない。あとはじゃあここで、薄くいって、はい。で、考えして。で、お右のフィニッシュできる。やっぱこれ、強い SS を思いっきりぶん回せるようになると、めちゃめちゃ強いな。普通にボス1とボス2で、こんだけ高速で動いて、ボス1とラスゲで2回使えるもんな。いや、そんな感じで、まあこれが、今は今回ネタみたいで使う略法だけど、ちゃんと重力転送とかで誘った時に、スピアップ持ってるのはベータだけなんで、取り返しがつかないよっていう話になりますね。はい。じゃあ取り返しがつかなくならぬか、ちょっとこれは運営さん次第。